今宵はまずはお供を作ります。上重賞に話しかけ流れで進めますが、キャンペーンでいただいたお供を使うところがポイントです。隣にいる訓練 G に話しかけ訓練を教えてもらいます。次に英傑です。どこでもらったのか、なぜか持っていた召喚袋を使います。今回英傑は武田信玄を選びました。行動を自動で設定して一番上に攻撃技を設定します。これから軽い戦闘をするので全ての英傑で設定します。そして英傑を呼び出しておきます。さて、突破の目録を手に入れるために表情衆補佐に話しかけ、表情依頼の武器鍛錬を受けます。飛んだ先の赤犬に気をつけて目標へ移動します。戦闘は英傑に任せます。お供は動きませんでした。残念。
武技関連は4まで達成させ、両国人を貯めます。両国位置を選択し、天狼の目録と、天狼の目録2をもらいます。これを使って、特化技能を改伝させます。最後に、技能の覚醒を設定して終わります。